お笑いコンビさやかの新山と石井が28日放送のクイズ。あなたは小学5年生より賢いの？に出演、次世代のカズレーザーになると意気込みを明かし、賞金300万円を目指してクイズに挑んだ。2022年の M1 グランプリで準優勝したさやか。ツッコミ担当の新山は、偏差値69の進学校、大阪府立高津高等学校の出身で国立の教育大学を卒業。中学校の社会科教員を目指していたという知性派芸人。番組 MC の劇団ひとりから意気込みを聞かれた新山は、クイズ番組にどんどん出ていきたいんで、300万円取って次世代のカスレーサーさんのように。とまさかの言い間違い。名前の濁点を全部取っちゃいましたと緊張しながらも、クイズという新たなジャンルで仕事の場を広げたいと力強く話した。スタジオの緊張感にかなり飲まれている様子を見せたさやかの二人。クイズが始まると2問目の弥生時代に見つかったものはどれかという問題では、新山が社会科の知識を生かして見事正解。その後も二人で力を合わせながら、助っ人小学生の力も借りて10問連続で正解。そして賞金300万円をかけた最終問題に挑んだ。出題されたのは、納豆やヨーグルトのように発酵、食品に分類されるものをすべて選びなさい。A 海苔、B 木綿豆腐、C 食パン、D 梅干し、E チョコレートという家庭科の応用問題。劇団一人から、これいけるでしょ。かなり優しい方ですよね、とプレッシャーをかけられるさやか。悩みながらも自信があるという、チョコレートから答え合わせ。二人は、かける、と回答しましたが、結果は、丸、といきなりの不正解。次世代のカズレーザー、として全問正解できなかった新山は、悔しさをにじませながらも、また来週来ます、とボケをかまし、チャレンジを終えた。